皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。鬱陶しい雨が続いておりますということで、その梅雨空を今日もすっ飛ばしていこうかいということでスタートしましょう。はい、本日はですね、何を作るのかっていうことなんですが、トマティーラーメンですね。トマトラーメンね、これ作っていきましょう。これ夏にぴったりなリーミンなんじゃないでしょうかってことでね、早速始めましょう。まずラニですね。はい、ニラの方適当にね、ガツンガツンパッカレンとね、切っておきましょう。はい、こんなもんでいいかな。はい、そうしたらね、ボウルの方にバッカンバッカンバッカリーナですね、入れておきましょう。やっぱニラはね、もう夏バテ防止にもバッチリコンコンですからね。はい、そうしたらじゃあ、どうしようかな。まあいっか。じゃあその次ね、ネギ玉いきますか。ね、ネギ玉はいつもにね、みじん切りにしていきましょうね。ここに包丁を刺してね、ネギ玉の方を回すんだよ。包丁こうやって切っちゃうからね、ネギ玉の方をくるくるっと回すね。そうするとほら自動的にパッカリだとね、根っこ取れます。はい、そうしたらね、こっちちょこっと切っときましょうね。こんな感じだね。うん、で切れたらね、はい、こっちのね、根っこがついた方からガツンガツンね、こう皮を剥いていきましょう。ガツンガツンパッカライナーですね。いやー、玉ねぎ100個ね、使い終わったらね、もうあとは買うだけですよみたいにね、あの100個が本当にお懐かしゅうございますね。ガツンガツンパッカライナーですね。薄皮で、あ、この玉ねぎの皮でさ、あれなんだよね、出汁とか取れるんだよね、実はね。この皮をさ、一晩水につけとくね。そうすると褐色色の玉ねぎ色の水ができるんだけど、それがまあいいね、出汁が出ますね、野菜出汁ですね。はい、こんな感じでね、できました。そしたらね、これみじん切りにしてまいりましょう。はい、そしたらトマティみじん切りですね。まあ炒めちゃうんでね、そんなに細かいみじん切りじゃなくてもね、ベリーオッケーですね。はい、ガツンガツンパッカレーですね。ガツンガツンパラリーノとガツンガツンツリリンコとね、あとはこう縦にね、ガツンガツンとね。で、包丁はさ、こう縦にこういう風に押すんじゃなくて、向こう側にこう、なんていうの、押す、スライドさせていくね、もしくは引くね、引き切り押し切りってあるんですけどね、ただ縦にやると本当繊維が潰れちゃって、玉ねぎとか切ってんとね、目が痛くなっちゃうんですよね。だからこうね、さりげなくやってるように見えますが、こう縦に下ろすんではなくてね、向こう側にね、スライドさせていくような感じね。であとはこんな感じでね、ここを手こげんにしてね、こんな感じでみじん切りにね、ガツンガツンパッカリやとね、やっていきましょう。はい、それではね、全部のネギ玉、まあ1個ですね、みじん切りにしていきます。はい、全部のネギ玉ですね、みじん切りになりましたね。そしたらこれをボウルに入れてね、一緒にひき肉も持ってフライピンコーナーの方へ合します。はい、ただいまですね、フライピンコーナーの方にやってました。フライピンですね。はい、そして向こう側のお鍋ね、あれラーメン茹でる用のね、お湯今沸かしております。はい、それではですね、いつものようにね、アビーリーですね、アビーリーを敷きましょう。そうしたら天下一発ですね。はい、天下一発して、このフライパンにアビーリーですね、油をなじなじなじんなじりーなですね、なじりーのどこに行ったんだい。はい、こんなもんでいいですね。はい、そうしたらね、ひき肉ですね、ひき肉をバッツリなとね、入れていきましょう。で、豚のひき肉なんでね、完全に火を通していきますよ。ちょっと中火にしますか。はい、そうしたらね、はい、ここでニンニク登場ですね。ここは好きなだけ入れてくださいね。やっぱニンニク食ってね、この夏乗り切んなくちゃいけねえじょってことで、いけねえじょね。はい、ガツンガツンパッカライナとね、はい、手は下ろしちゃダメですよ。はい、ガツンガツンパッカライナですね。ガツンガツンパッカライナと、はい、こんな感じでね、ひき肉にも非常に良い香りがつきます。はい、したら生姜ですね。はい、ジンジャーね、はい、ジンジャーもガツンガツンね、パラライカと、はい、おろし終わりました。あとはこれをいた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 炒めリングですね。はい、炒めてまいりましょう。もうここは強火でね、ガツンガツンいっちゃって結構です。あ、ガツンガツンパックからやな。で、ほぼほぼ火が通ったらね、さっきの玉ねぎ&ラーニーですね、入れていきますよ。
まあちょっとこれ黄金だしで、まあ要するに後でね、うん、ちょっとスープ作っちゃうんで、まあ、ほどほどにね赤いとこがなくなるぐらいで大丈夫だと思いますね。はい、それではね、まずひき肉器ですね。はい、ガッツンガッツンパックあれ、いい香りだね。やっぱりニンニク、生姜、ひき肉もうたまんないね。はい、ガッツンガッツンパラライカですね。はい、それではね、火通していきましょう。はい、ひき肉の方ですね、ほぼほぼ火が通りました。はい、そうしたらね、ネギ玉&ラーニーですね、これを投入していきましょう。ガッツンガッツンパラライカで、ガッツンガッツンパラライカとね。はい、あとはね、ここ軽く炒めリングですね。ガッツンガッツンパッカライナとね、うん、やや強火でいきますか。ガッツンガッツンパッカライナとね、はい、ほぼほぼね混じったね。はい、そしたらここでまた中火にしましょう。お前トマトラーメンつってんけどトマト入んねえじゃんってことで、すいません、今日はトマジュ使いますね。まあ、トマトをおろしたい方はね、もうガッツンガッツンとね、これいくつなんだろう、何リットルか知んないですけど、もうリッター単位でねガッツンガッツンといかないと無理じゃねえのーみたいなね感じですよね。そう、これ作りすぎだろ、これやばいだろ。これ1リッターぐらいだね。1リッターで今少しまだ残ってますね。はい、そうしたらこれをね、混ぜリーヌですね。でちょっととろみが激しすぎるのでね、トマトジュースの量の3分の1ぐらいの黄金だし投入します。はい、トマトジュース3に対して黄金だしは1ぐらい、これでね、サラッサラのスープになります。はい、このガッツンガッツンパッカライナーですね。はい、それではですね、そろそろラーメンと、あ、これ味付けしなくちゃいけないね。はい、それでは味付けしていきましょう。はい、ね、丸鶏スープのことをね、ガラスープね、ガラから取りてよって方はね、ガラスープね、取ってください。でもめんどくさいんで、こう便利だよね、本当にね、ほんと便利だと思う。そしたらこれをガツンガツンと混ぜるね。はい、そうしたら、この黄金だしに対してのじゃねえなあ、これちょっと味見しながらやって。今日トマトジュースさ、有塩のトマトジュース買っちゃったんで、もし無塩で塩が入ってないトマジュだったら、トマトジュースと黄金だしを足した1パーの塩ね、足した1パー足しての、まあ合わせて1リットルだったらその1パーのお塩入れてください。今日有塩買っちゃったんで、ちょっと味見しながらいきますかね。大体でもこれじゃまだ薄いよねってことだね。ちょっと味見しまーす。いただきます。ほぼほぼいい感じだな、これな。なんかまあまあいい塩分だね。じゃあちょっとこのまま煮詰めてみようかな。その前にちょっとね、ブラッキーペッピーね、2、3振りしてください。はい、そして香り付けのお醤油ですね、一回しぐらい。はい、じゃあそれでっていうか、これでちょっとね、煮詰めて、こうトマトは半透明になるぐらい、トマトからも旨味が出るよみたいな。ひき肉はもう多分ね完全に火通ってると思います。はい、じゃあこれ仕上がる前にね、ラーメンちょっと茹でちゃいましょうか。はい、ラーメンの方ですね、今茹だったんでドンビリーバブルの方にね、移しました。はい、それではね、もう完全にトマトも煮え、あ、トマトジュースはもうトマトジュースからね、玉ねぎがね、透明になったね。はい、ちょっと味見してみましょう。いただきます。あ、おいしい。さっきまであのトマジュのさ、ちょっと消しちゃおうか。いや、もうちょっと醤油入れかね、もうちょい醤油入れて。さっきまでさ、トマジュのこう酸味が結構えぐみっていうか強かったんだけど、完全にやっぱ玉ねぎとかニラとかこうね、お肉から甘みが出て、でね、この蒸気と一緒にえぐみ飛びましたみたいなね。全然酸っぱくないです。これぞトマティリーミです。はい、それではですね、あとはこれぶっかけんだけだね。ちょっとぶっかけちゃうか。お、これ作りすぎちゃったな、これ今日は。お茶漬けにするか、これ後でな。お茶漬けでもいいんじゃねえみたいなね、感じでないしょ。ひき肉たっぷりのっけりなして、これも絶対これうまいやつ間違いないからね。はい、完成となりました。それではテーブルの方に運んで食してまいりましょう。トマティーラーメン、簡単でしょ。トマトジュースもさ、1本150円だったからまあまあ安くできんじゃねえ。1本使ってねえもんね、もう3人前ぐらいできちゃうかもしれないね。最高じゃない。はい、テーブルのですね、ニンニクトマトラーメンですね、運んでまいりました。それでは早速ね、食してまいりましょう。
はい、その前にこれ辛そうにないけど、これ辛くないから言っとくよね。はい、一味とりあえずガッツガッツ、これでほら辛くなったよ。もう赤で保護色で全然わかんねえぞーって分かってるから、ここいっぱい出ちゃってるよこれーっていうね。はい、それはまずね、あ、そうだね、スープの方からいただいてみましょう。いただきます。うん、おいしい。これパスタでもいいかもしんねえな。うめえな。いただきます。うまいね。こちらだな。よし、はい、それではね、麺の方いかしてもらえますか。これよね、やっぱトマティは体にいいからね。ねえ、まあそうだよ、今日もこれもう冷房ガンガン効かしてるよ今。いただきます。むせそう。おっこ、熱い激うまだね。まあうまいね。うん、いただきます。熱いな、麺ってこんな熱かったっけみたいな。あれだね、普通のサラサラスープじゃなくてさ、なんていうのこれ、やっぱトマ重が含有量多いんで、何、比熱を取られないっていうの。熱いね、これ最後まで熱いんじゃないみたいなね。よし、うわ、熱うまあ、もうちょっとスープ欲しいな。あとで入れてきますか。おいしい。そしてこれな、このひき肉の米しにここよね。こうかけてので、これをいただくみたいね。まあたまんないね。でーしぶ、あれだね、これもうラーメン入れなくても、何、ニンニクトマト飯でこれでも全然いいかもしんないね。いただきます。おいしい。やっぱこの豚肉のうまみとトマトのうまみだよね、半端ないね。で黄金だしのうまみでしょ、丸鶏スープのうまみ、もううまみ大炸裂だねこれね。いただきます。まずうまいな。まずうまい。いただきます。おいしい、たまりません。いや、この雨空すっ飛ばすね今日も。はい、ということで本日も最後までぶどなしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、ニンニクトマトラーメンの作り方ね、非常に、でもトマトジュース1本買ってください。これバッチオッケーなんでね、もし自分でトマトから作りたいって方はね、おろしからでもガツンガツンね、もう多少変わってもいいんでね、ガツンガツンおろして、で黄金だしで薄めて味付けして作ってください。これから夏になるとね、やっぱね、農家の、うちのなんかじいちゃん家とかもそうなんだけど、ほらトマト作るのに出荷できないような B 品みたいのがあるじゃん。ああいうの全部ほらね、なんかお酢揚げとか自分家で食ったり結構するわけですよ。まあその時にもうトマトガツンガツンすりおろしてね、トマトリーミンですね、作ってみるのも一向かもしれません。ほんと簡単なの、ひき肉、玉ねぎ、ニラ炒めてトマ重、黄金だしでしょ。でこれね、ちょうどいいかもしんない。醤油だけで、醤油ちょこちょこっとね、2回ぐらいやらさせてもらいましたけど、塩、よかった入れないでみたいなね。よかった味見して、有塩トマトジュースのが簡単かもしれない。無塩買ったつもりだったんですけど、味見したらこれしっかりなんだ、これ有塩やんけこれみたいなね感じで、まあ要するに塩入れないでいいね、有塩の場合はね。ちょうど 1% ぐらいの味ついてるのかもしれないね、トマト汁もね。はい、ということで本当にね、簡単で美味しくできますので、ぜひね、お試しくださいませ。そして皆様に一つお願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。ニンニクトマトラーメン最高です。じゃあね。